だからストライクゾーンだけじゃなくてインコース1個ボールでも打てるんだったら打っちゃった方がいいよねみたいな。ただこれはエース級は除く、落ちたピッチャーだったらこの辺のボールはエースと比べたらもう全然違うから、あこんな打てるよね、さばけるよねみたいな。基本ね、練習の時にストライク枠を1つ全部いつも多く打ってたんです。だから毎日やってるよそれ、毎日。1年間通して、まあ、年間多分シーズンずっと出てたら100本以上ぐらいはヒットを打っていくと思うんですけど、このティーバッティングのしてるバランス、バッティング練習をしてるバランスの完璧なこの捉えるバランスで打てるヒットって、いや、まあ100本打ったらそのうちの多分半分から半分ちょっとぐらいだと思うんですよ。それ以外はちょっと体重をずらされて拾ったりだとか、詰まりながらポテンヒットを打ったりだとか、だから重心がもう全部、僕はこの練習だけじゃないです、もう完璧な練習だけじゃなくて本当にこう拾う練習もすれば、こっちまでよして3、4回にパチンって打つ練習もすれば、いろんなこの重心でバットを走らせるっていうことが必要なのかなって思ったりもするんですよ ね。ちょっと遊び感覚も含めてね、もちろんですね、こんなやったりあんなやったりとかいう、はい、それでバットコントロールも良くなったり体重とかできるかもしれない、はい、みんなこの完璧なものばっかりを求めて練習するので、その打ち方以外の時の方が多いんですよね。ピッチャーはそれを崩そうとして投げてくるので。それ左右どちらも、左右どちらもですね。もともとの打席じゃない方の打席で練習したことってありますか？右だったら左ってこと？いや、もう基本的には私はない。あ、僕は左の打撃が右ピッチャーなんですけど、もう開きが早くて全然ヒットが出てこない時は左ピッチャーのバッティングピッチャーに立って左を練習して調整してましたね。そしたらここしっかり壁ができるので。本来苦手だったはずなのに、やっぱりでもそこをこう見てる方がいいってことですね、はい、ちょっとスライダー投げてもらって、そのスライダーをゆっくり見るっていうのをやってると、試合で左の調整がうまくいくようになったりとか、そういうのをうまく調整してましたね。僕は逆にね、本当はね、試合前から気持ちよく打ちたいのね。みんなスーッと投げたの、カーンカーンって打ちたいの。で僕ね、自分を追い込んで、今日投げるピッチャーって大体わかるじゃないですか。まあ個人名出すと広島の北別府さん、あの人の配球ってね、ベースのね、53センチぐらいのベースのね、両サイドしかないんですよ。それをね、バッティングピッチャーにね、ギリギリ投げてくれって言うんですよ。当ててもいいから投げてくれへんって。それを打ってみて、体でそれを思い起こさせるっていうかね、それやらないとすぐ出ない、不器用だから。それで晩年は北別府さんちょっと打てましたよね。試合前の練習、バッティング練習結構大切なんですね。あんまりこう俺はでもね、そんなに大事にしてなかった、はい、で左手にやっぱそこそこ自信持ってたんで、結構だから今でも現役の時に右ピッチャーで誰がすごかったですかって言ったら、あんまり思い浮かばないんだよね。大茶さん、各大会打てないって言ったじゃん、はいはい、各大会ってなんであんな打てない、簡単打ったけどみたいな感じで。だから大会は俺を見たら俺に癖がバレてるって、もうこんなやつだからね確かに。でも大元さんのスライダー、もちろんあれやっぱり右バッターは打ち抜くと思う、ね、僕は晩年しか見てないんですけど、それでもおこれかすげえなーと思いましたね、うん、やっぱりシュッと曲がる、あんまり感じて、だからもうスライダーがほぼまっすぐっていう感覚で、こっちに来るからもうそのまま前にパン打ち合いみたいな感じですからね、右とやっぱりそこはちょっと違う。その代わりに塩崎がダメだった。あ、進化これですか？右バッターに見たら、え、塩崎の進化って打ちやすいんだけどって言うのよ、うん、すげえなこいつだと思ったことある。俺も全部腰がこうふって浮かされてからスイングできないから、まあそうですね、あれはちょっとキャンプの時にもうあいつだけ打ちたいと思ってバットで立ててこうやって打ってたよね。で初めてね、翌年にバット折りながらね、センター前打った時ね、もうそれだけでガッツポーズで進化を打った、進化をカーッと立ててバット立ててバット折れたんだから、はい、で松山さんはそもそもなんで左を打てって言われたんですか？私はね、当時ね、阪急って広島カープと一緒に、ね、ウィンターリーグってフロリダ行ってたんですよ、うん、はい、でその時に山本和義さんってもうお亡くなりたんですけど、はい、この人がちょうどバッティングコーチで行っててね、私右でスイング終わった時に左でこうやって遊ん、いやよく言うじゃないですか、右でスイングばっかりやったらバランス悪いから左でもやれって、うん、それでこうやってやってたらね、たまたま来て、お前左スイングいいなって言ったら、うちのコーチにそれ言って、そのコーチがやれよって、うん、最初から長距離を狙う、あ、もちろんね、もちろんね、うん、もちろんもちろん、だからボールの下叩いて回転入れたりとかっていうのは T の時やったりとかね、若い時右から左になったりして
どの選手を目指すっていうか、なんか一番最初はどなたの。一番最初は加藤秀さん。あ、秀さんね。あのね、うちのね、チームでは福本さんと秀さんがやっぱ主力だったから、はい、やっぱりホームランを打てるって言ったらやっぱ秀さんだから、加藤さんだから、だから加藤さんとそっくりだったよね。あ、デビューした時は、はい、あのね、ネクストサークルからバッターボックス行くまで全部真似したから2ストライクなんてちょっと短く持つっていうところも。あのね、俺ほらもう現役の時ってこう構えてこう、はい、こうやって打ったら、ね、はい、加藤さんはね、このままね、あ、まあ、そうですね、そういう感じですで暴れるんだよ、はいはい、でそれでやっぱりね、モノマネは所詮本人を超えられないよっていう話をちょっと聞いた時に、そっから松永流のスタイルっていうのをちょっと作っていこうかなって。だからそっから誰を目標っていうのはなかったですね。俺守備もそうなのね、はい、守備も守る位置が分かんないから、はい、俺島谷さんがサードレギュラーで、はいはいはい、あの一人一人一球一球全部つけていったから、はいはい、あ、そうですか。それで守っていきながら、あ、俺の守備だったらちょっとこっちでもいいなとか、あ、俺だったらもうちょっと後ろでもいいなとかっていうのを2年目ぐらいからこう考え出したからね。だから全部こうモノマネから入ったってやつよね。最近見たその YouTube でね、はい、ピート・ローズのバッティングフォーム見たんですよ、はい、今までみんなが言ってたバッティングの理論って何だったんだろうと、はあ、例えばテイクバックのテンポちょっと高く上げろ、はい、高く上げたらそれだけストライクゾーンの上限からの高低差があるわけじゃないですか。はい、それを合わせに行くより肩より下から横にピュッと出した方が簡単だと思った。うん、そしたらピート・ローズね、こうやって構えてるでしょ、ね、うん、あいつこっから出てますよ、はい、こんな低いとこから出てる。そうですよね、大体打つ人、まあ、横から行く人多いですもんね。そうだからトップを上げろ、絶対考え方変えた方がいい。間違ってると、間違ってると、明らかに間違ってることを未だに言ってんのね。野球って難しいよね。でもやっぱり表現するの YouTube 見るのもスイッチヒッターなんですね、うん、ピート・ローズ。そうだね、いやいや、そこは結局メジャーのたくさんスイッチがいる人っていうのは自分で進んでやってんのよ、みんな。メジャーは遊びから、うん、でも日本っていうのは言われてやるかしかないから、だからもう当然スイッチやってるパイも少ないのよね、日本の方が。だから若い時から自分で率先してやるっていう国でスイッチがいっぱいいたら、俺らがすごいスイッチいっぱいいたかもしれない、うん、もしかしたらさ、はい、それは指導者が自分が責任を取れないからじゃないかな。それもある、あの、やっぱ分かんないのよね。いや、どうなんですか、やれよとは言わないですか。いや、あのね、とにかく両方で打ってみなって。あ、例えば右バッターが両方で打つ、はい、それで左がダメだったら右に戻るっていう決心がつくだろうと、うん、でこれで逆に左良かったら左に行けばいいじゃんかと、うん、両方打てるんだったら両方打てばいいじゃん、それ全部自分で選択肢に自分があるんだから、とにかくやってみればって。なるほど。で打ってみてずっとやったら真剣さがなければうまくいかないから、まあ そうですね、そしたらやっぱり僕もやっぱ右の方がいいですって言ったら右で本気でやるから、うん、あの戻ってもいいんじゃないの。いや、そうですね、はいはい、左で打ちたいんですって、いや、やれって。うーん、逆にね、右よりね、ああ左の方がいいじゃないか、うん、あるね、うん、で右も打ってみろよと、いや、もう僕左だけでいいですっていう子もいるしね。だからそれはもう本人がやっていく中で自分がどれが一番こうフィットするかっていう感じはもうやっぱり選手に選ばせないと。そうですね、だから責任なんていらないのよ。まあ、そうですね、でも練習の量は今までより倍になるぞって、うん、まあまあそうですね。そしたらね、みんなひるんじゃうのねこう構えてこう来たらね、どっち行っていくか分かんないなるほど。最初はこう打ってやってね、もうこの辺がほとんどあざだらけ、あの避けられなかった。左を始めた時ってめちゃくちゃ違和感。だって避けられないんだもん怖くて避け方がわからない。キャンプの時にあのカーブマシンをあのアルバイトに投げてもらって、ここにレガースつけて、まあ、あの面かぶって全部こう最初当たるとこからやったよ。ドーンって当たるとこからあ、マジっすか。わからないんだ、避けるところからやらないからじゃん。避けるんじゃなくて当たるとこからじゃなくて、なぜかって言ったらインコースをこれに来た時にこれは当たるのってこう自分でやってみないとわかんないから、全部避けてたら何にもわかんないからね。やっぱりあの上昇するためには痛い思いをしなきゃいけない。でそれでなんとなく分かってきた。避けるストライクは打つ、避けるストライクは打つ、それから避けることを覚えてる。半年ぐらいでこう避けるのが良くなったかな。あのね、避ける練習ってやってね、柔らかいスポンジがあるじゃないですか、あれをねピョンと投げて、まあ、ストライク来たら打つ、でこっち来たらパッと避ける、あれやりましたね。うちはうちはって太陽フェルズはね、急に こっちで打つとこの辺に豆いっぱいできて、なんかもう右手がもう変な感じになるとか、それないですか。あ、もう現役の時はもうここ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 、ね、ここ全部豆だらけ。そうですよね、もうだって風呂入る時にこのままじゃないと入れないじゃんいや本当そうね。朝起きて
うわーって言ってバリッとバリバリッって血が出てうわいったーっていう感じだもん。へえ。もう豆の下に血豆ができるんだから、それが破れるんだから。だからあの練習行った時にあのその血豆が破れると滑るから、はい、もうあのテープでぐるぐる巻いたりとか滑らないで。スイッチ自体になったらもうそれぐらいやらなきゃいけないっていうのはみんな分かってんじゃないかな。まあ、可能性はあるけどなかなか茨の道ですね。そうそう、成功っていうとね、なかなか。ただ小学生とか中学生で遊び感覚でやるっていうのは楽しいかも。まあそうですね。スイッチになってから左対左、右対右に入ったことある？あるある。ありますか？ある。へえ。あるよ。ある。西岡さんは？僕はあのナックルボールの時だけですね。ナックルボール、はい、誰が？あのアメリカの時にね。ああ、ナックルボールって、はい、ウェイクフィールドとか最終的に落ちるのってシンカー系に落ちるんですね、左バッターからしたら。だからそれをなくすためにスイッチの人は右で立ちますね、ナックルボーラーは。こっちに落ちてくる方が、はい、入ってくる球に、はい、僕はね、手首を痛めた時に右打席ができなくて左で立ったの、はい、それも怪我の影響で。怪我の影響で、ね、あのね、言っていいのかな。言ってくださいよ。そのもったいない、言いたいんですよ。言いたいんだろ。すあのね、左ピッチャーで右で立ってる時にすっごいピッチャーなのよ、うん、もうすごいなと思ってんだけど、左立ったらなんじゃこのピッチャーっていうのいた。左の時にこんな右で苦労したのに、なんで左で何も考えて、なんでこんな簡単に打てると思ったことある。だから持ってる変化球によって、そう、まあまあね、多分持ってるボールだと思う、球種だと思う。あの個人がやっぱり嫌いなボールってあるのね、うん、言いませんけど、もう関係ないじゃん、引退しますよ。もう言ってんじゃん。もう言ってんじゃん。今すあのね、チェンジアップ持たれると嫌なの。あ、まあやっぱりね、逃げる。だからチェンジアップ持ってないピッチャーなんてことなかったよ、左で。まあね、左でもとにかくこう、まあ、右バッターなら右ピッチャーのスライダーっていうか、逃げる球をバットでね、こっちに振りますから、ボール向こう行くのをうまく捉えるとやっぱ難しくって、入ってくる球っていうのは、まあこの辺大体来てもこの辺って言っても、もう何とか作業で当たったりできるんですけど、一番技術的に難しいのはインコースに食い込んでくるシュートやろね。ああ、そう、強い球っていう、ね、芯に当てるっていうことを考えればね、ここに入ってくるわけやから、こんな近いところ芯をね、まあ坂本見てこうするのかこうするのか分からんけども、あの落合さんでさえ、あの森田幸喜っていうシュートがものすごく苦手だった。サード守ってるじゃない、落合さんってサード戦ほぼないよ。ほぼない。もう三遊間はあっても。だからインコースっていうのは意外と苦手なんだなっていうのは分かる。そうですね、苦手ですよ。あの人は苦手。もう絶対ここないから。センターに。俺一回三遊間ど真ん中守ったことあるのよ。だからね、正面来たのよ。で次ランナー出たら言われたもん。お前俺の守備、あのバッティングの時に遊んでるだろうって言われたの。だから例えば清原君がインコースをパチッとうまく引っ張ってホームラン打つか打たないですよ。ドカーンっていう力があるけれども。サッと抜く力はないです。だから秋山君は速くてパーンって抜けるから引っ張れるね、うん、ホームランですね。ただちょっと変化には弱かったかも。でも清原君は右中間センター方向にホームラン打つのがうまいんじゃない、うん、そっちに行くんですよ。それは人それぞれの筋肉の質だと思う。で清原君はジャイアンツ来た時ね、うん、セリーグのピッチャーはこっち投げるから、はい、ピッチャーの中やっぱ困ってたよ、はい、インコース打つのは難しいですよ。皆さん、打ちやすい打順とかってありますか？僕はもう1番が一番楽です。一番簡単ですね。もう自由なんで、うん、2番とかが一番難しいと思いますね。2番嫌やね、はい、あ、そうですか。僕は単純だから1番かやっぱり3番かな。1番でこの監督いいなと思ったのは須藤豊監督。あ、1球目から甘い球来たら打てばいいんですよと。全ての野球はファーストストライクのヒット確率が高いんですね。でも1番っていうのは一般的には早打ちするな、次のバッターに たくさんボールで見せてやれとかって言うんだけど、あの人だけは違ったんですよね。2番はその自由度がないから嫌な、まあ、あの1番バッターがじゃあ初球からいきなり打ちました、まあ内野フライ打ち上げました、まあ、2番バッター初球打ちにくいんですよっていうのも考えないといけないし、あの1番バッターがいきなり塁出たらエンドランバント、あ、これ引っ張りに行った方がいいかなって、いろんなこの野球感があるんですよね。だから今メジャーではそういうことを考えさせないように強打者を持っていって自由に打たす、だからノンストレスでフレッシュな状態で打席に立たせるバッターを置けてるから点につながりやすいっていう傾向になってきてるんですよね。まさに監督が変わった時2番、まあ、打たされたって言いますか、あえてね、
僕みたいに番とか下手でね、不器用なのに、なんで2番なんか打たすんやろこの人って思いましたもんね。名前カットしてくださいほんまに。俺ね、あの打順はブーマーとよく喧嘩になったのブーマーと、いいな、俺が3番打ってブーマー4番打ってる時に、うん、ランナー出てヒット出て走ると全部ファールするのね、うん、結局外国人って相手フォアボールは契約入ってないから、うん、やっぱ打ってなんぼだから俺が走ると全部ファールしてこうやって笑われてたのよでそれで俺とこう何回かやり取りしてて、もうこれで1年間でもう10回ぐらい言い合いしたのかな、一塁とホームで打つなとかって、俺が走るんだからってやってたら上田監督が見かねて、もうお前たち2人で打順決めろよって言われたなブーマが3番だったら俺黙って4番になったの。うん、だからもう別に俺4番の器とか長打があるとかじゃなくて、ブーマとのこう兼ね合いで、だから今度はブーマが走ったら俺が今度はファールでカチンってファールって俺がキッ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 っていうことはやってたけどね。だブーマとはよく揉めた。そんな話僕聞いたことないですか、すごいですね揉めた。そんなことあるんですか。あの上田監督間に入った、はい、うん、どっちがどっち打ちたいんだ、だブーマが即3番って言った、はい、だ上田さんはブーマ4番なのよ、まあ、本当はね、はい、うん、で俺が3番にいて松がヒット出たら走ってブーマのヒットで1点っていうやつがやっぱり走ると開くから、ブーマは嫌なの、うん、でそれでブーマは全部俺が走るとこうやってカットするもんだから、上田監督見かねて間入って、じゃあ松4番ブーマ3番ってブーマーとハイタッチして肩は脱臼しなかったですか。あれはね、まああの加藤さんね、加藤角度が悪いあのね、こういったからね、あれこういってたらよかったね、こういったからいったのよ、ちょっと遅れ気味入ったね、加藤さんね、肩の入りの角度が悪い角度あれはもう出しちゃいけないと、遅れたら出しちゃいけない。でブーマーはこうやってバーンってやったらここってあれここやったら踏ん張れたんでねでも何度かハイタッチはされてたんですよね、それまで。あのね、ブーマーがちょっと遅れたの、あの打席に行くときに、はい、それでこうやって遅れだから加藤さんがおーってこうやってやったの、はい、それでやったの。あれブーマーが悪いね、ブーマー普通に行っとけばどうってことなのそれはもう目の前で目撃される、目の前、あの加藤さんがホームラン打って帰ってきたときだから、はいはいはい、俺もランナーに行って特定したときだから、はい、こうやって見てたら目の前であいたったあらららみたいな思い出したわ。外国人選手って面白いよね。あのね、レオン・リーがね、はい、ボンタチャンスで凡退して、はい、巨人のグラッテンもね、見てましたもんね。やっぱね金谷さん監督やってたんだよ